韓国の皆さん、アニホセヨイエイ、ワンピースバーニングブラッドの、プロデューサーの中島です。ついにですね、4月21日にワンピースバーニングブラッド韓国語版が、ついに発売になりました。わー、めでたい。はい、本作はですね、悪魔の実 VS 覇気というコンセプトでですね、ワンピースの、作中に登場するですね、悪魔の実の能力を使って戦ったり、覇気の調整とか楽しんだりというようなガチンコの、バトルが楽しめる、ファイティング、アクションゲームになってます。もちろん、友達と対戦したり、オンラインで対戦したりということも、できます。そしてですね、韓国語版には初回特典としてたくさんつけてますよ。まずは、バトルの初めから最後までエアフォース状態で戦える、ルフィ、特別なキャラクターであるルフィと、ナミ、ロビン、ハンコックの綺麗どころを集めた、水着コスチューム、さらには、韓国語版だけの、特典として、カンフーの衣装を着たルフィ、これはですね、衣装だけじゃなくて技の一部もカンフースタイルに変わっているので、まあ、非常に、特別なキャラクターを、今回は、すべて、初回特典、初回特典ですよ、初回特典になりますので、みんなね、なくなる前に、お店の方に、急いでもらいたいというふうに思ってます。日本と同時発売になりますので、ぜひぜひ日本のワンピースファンと、一緒になってですね、オンラインのバトルを、楽しんでもらいたいなというふうに思ってます。もしかしたら僕がオンライン上にいるかもしれないので、その時はぜひ手加減をしてください。はい、ぜひぜひ、韓国の、ワンピースのファンの方に、本作で、楽しんで、もらいたいと思ってます。それではバイバーイ。